幸せのパン、12、ぶどうの涙、14、から続く、大泉洋主演の、北海道映画シリーズの、第3弾、空のレストラン、1月25日公開の、プレミア試写会イベントが17日、ユナイテッドシネマ豊洲で開催。大泉を筆頭に、元上真奈美、牧田スポーツ、高橋勉、石橋ひゅーい、深川栄雄監督が登壇。大泉と牧田が、台本そっちのけで会場を盛り上げ続ける大爆笑の、舞台挨拶となった。本作は、海と山を望む北海道、せたな町で安心、安全な食のあり方を提唱する、自然派農民ユニット、山の会をモデルに、仲間たちの絆を描き出した、ヒューマンドラマ。海の見える牧場で酪農とチーズ工房を営む、渡りは、妻と娘、そして、仲間たちに囲まれ楽しく暮らしている。ある時、自分たちの食材を多くの人に知ってもらうため1日限定のレストランを開くことを思いつくあたりだったが、その矢先に師として慕っていた大家が突然倒れてしまう。ステージに上がるや否や一列に並び、空のレストランプレオープンへようこそ。と声を揃えて挨拶する登壇者たち。ピシッとポーズが決まり、会場から大きな拍手が湧き上がると、早速大泉が、いつも通りのぼやきを連発。それでも、いつにも増して、大きな、ようちゃんコールが湧き起こると、満面の笑顔を見せながら、ついこないだまで、バナナの宣伝をしていたと思えば、あっという間に、空のレストランですと笑いを誘った。さらに、この日会場に来られなかった共演者の岡田将生からのコメント VTR が流れると、スクリーンに向かって、来いよ、と呼びかける大泉。そして、その VTR の中で何度も語られた、劇団八雲という謎のワードについて聞かれた大泉は、本作の舞台、瀬戸那町には宿泊施設が少なく、車で1時間ほどかかるが、飲み屋街があるからと、隣町、八雲町の宿泊施設に泊まった、牧田、高橋、石橋、岡田らのことだと説明。毎日来るのに1時間もかかるから、どんなに入り時間が違ってもみんな同じ時間に来る。でも早く来てもやることがないものだから、ずっと台本の読み合わせをしていて、私が現場入りした頃には温まりきっているんです。だから、劇団八雲と名付けてしまったというと、饒舌で、撮影時のエピソードを明かす大泉に、劇団八雲の座長、牧田は、即興芝居を披露するなどノリノリで応戦。その後も宿泊先を転々とした、劇団八雲の面々が大泉と同じ宿舎になった、際に、牧田が温泉で全裸のまま転び怪我をした、エピソードなどを振り返りながら、分けあいあいとした雰囲気で会場を沸かせ続けた。